はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。今日もね、ちょっとグダグダなお話をしていこうと思っております。皆さん、やっぱりみんな欲があって、これが欲しいな、あれ欲しいなっていうのがあると思います。皆さんなんか本とか CD とか DVD とかってありますか？欲しいもの。まあ私はね、欲しいもの結構あったりします。DVD とか CD っていうよりも欲しい本ですね。どっちかっていうと、その、Kindle、まあ電子書籍よりも、その、紙の本がいいなって思うんですよね。で、結構歴史ものっていうか、歴史小説っていうよりも、その、史実っていうのかな、なんだろう、邪馬台国はどこにあったとかっていうのを、まあ、ね、結構、ずっとあって、で、それをね、結構、なんだろう、最近になって、ここではないか、あそこではないかって、議論されていて、そういうのをね、本にされているやつとかが結構好きだったりとかしております。まあそういうのね、結構欲しいなとは思うんだけど、やっぱりそれなりの金額になってしまうので、気になるなってものを全部ね、そのショッピングカートとかにさ、入れとくと結構ね、10万、20万ぐらい、まではいかないけど、まあそれに近いような値段になってしまったりとかするんで、どうしようかなっていうのもあります。CD、DVD っていうのは、その特定のアーティストさんとかが好きだっていうわけではないので、別に CD はあんま買わないかな。やっぱりね、ダウンロードっていうのかな、インストールしちゃった方が結構ね、自分の好きな好みの曲をね、こう入れてプレイリストにしたりとかね、できるだろうし、 DVD もそのコンサート DVD みたいのってあるじゃないですか。まあ、CD と同じで、特定の好きなアーティストさんだったりとかっていうのがないので、まあ別に買わなくてもいいなって思うし、あとドラマも普段から見ないんですよね。で最終回になったぐらいで、あ、このドラマ面白かったやんっていうのがあったとかするし、まあそうなると、まあ DVD は欲しいなと思っちゃうけど、まあ買ったら買ったで、まあそのドラマのねやつで、そのプレゼントしますっていうのあるじゃないですか。あの特典 DVD もつけてみたいな感じで、まあそれも応募するほどでもないなって思っちゃったりとかするんですよね。結局その後発売されるやんっていう感じでさ、まあ話はちょっとそれちゃいましたけど、だからあんまりそのこのドラマが面白かったから DVD が欲しいわっていうのがないし、まあアニメでもまあ普段から見ないかな。だから結構その DVD のある戸棚とか漫画がある戸棚っていうのがないっすね。CD もね、やっぱりまあどっか月に1回ぐらい、まあ遠出をできる状態があったりとかするんで、
まあ、その時にね、ちょっとラジオとかがさ、入んない時ってあると思うんですよ。ちょっと山あいの中に入っちゃったとかね。ちょっと、まあ海辺っていうかさ、まあ開けたところだけど、その自分が聞きたいラジオ局が入んなかったりとかすると、CD っていいよねって思うけどね。で、そういう場合はもうほとんど、まあ CD に頼るかな。まあちょっとね、改造してさ、改造してっていうか、その、なんだろう。カーナビの方もさ、カーナビっていうか、まあ、車自体なんだろうけど、まあ、ちょっといいのだと、Bluetooth で、こうね、自分の携帯からこう、スピーカーを通して、自分の車の、ね、スピーカーを通して、こう、まあ、曲を流せたりとかできるんだろうけど、うちのはそういうのはない。のかもしれないあると思うんだけど、そういう設定されてなかったりだとかするかもしれない。まあもちろんね、そういう年に1回のこう点検の時にちょっと変えてほしいっていう時があると思うんで、あれですよね。点検の時に、まあちょっとこういう風にしてほしいっていうのを、まあ提案っていうかね、すれば多分してくれると思うんですけど、どうなんだろう。どうなんだろうっていう感じですね。まあ欲しいものは今ね、ほとんどないかな。本だけですね。ほとんど、でやっぱね、まあ本とか DVD じゃないんだけど、ちょっと変えたいなと思うのはあれですね、洗濯機かな洗濯機もう多分20年ぐらい近いんじゃないかな。もう私がここに来て、お嫁に来てからでもまああったんで、もう10年以上、20年近くあると思います。どうなんだろうね、どうなんだろうねって言われても困るか。本当に、洗濯機かな。あとね、エアコンもね、本当に壊れてるし、もう年代物なんで、それも買い替えてほしいなと思うんだけど、まあなんとも言えないしね。なんとも言えないので、はい。まあそれはしょうがないかなとは思っています。皆さんどうでしょうか？欲しいものとか。欲しい DVD とか CD とかありますでしょうか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。